is harder than I like to think. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. はい、こんにちは、まさきです。今回はまたまたキャンプセットシリーズの途中ですが、欲しいものができてしまい、作ったらすごく良かったので間でまた入れちゃいました。っていうのも、キャンプセットシリーズの次のキャリーにもなるチェアは難しい作りなので、簡単にできて機能性にも優れてるもの、そんなものがやりたくて、以前から欲しかったものがスマホやなんやかんや、今は何でも充電しないと使えないものばかりで、配線がごちゃごちゃして、それをすべてすっきりさせてリビングやダイニングで椅子やソファーの横にも置けて、ベッドの横にも置けるようなサイドテーブル、そんなの欲しいなーって考えてたんですが、どうせなら100均 DIY でそんなの作りたいなーって、これ欲しい人多いだろうなーって。じゃあ100均 DIY って言えばスノコ？スノコを使って作ってみようか。どうする？どうする？どうする？でダイソーさんに行ってスノコ買ってきました。100均 DIY なんですが、その他に選んだのは500円の商品でした。なので100均 DIY っていうよりダイソー商品 DIY になっちゃいますが、そんな感じです。あとは充電するもの、収納するサイドテーブルなんで、前から欲しかった電球にBluetooth が内蔵されていて、スピーカーになる LED 電球、 Amazon で見つけたんですが、それもつけたいなって買ってみました。リビングやダイニングでは大きな音で音楽聞いたり、ベッドサイドでは照明がついてるのは便利だし、これまた色が変えられるっていうリモコン付きで、中二病の僕は興奮して買っちゃいました。500円ボックス下にはキャスターをつけて、箱の中は配線スペースに、500円ボックス上は箱を逆さまにつけてテーブルトップにして、箱の内側を照明の傘にして、中間のスノコ棚に柔らかな光を与え、周りにも光が届くようにサイドパネルや背面にはスノコ、中間棚と下ボックスの蓋もスノコを使用しました。スノコで構成して作ってあるので、隙間がいろいろ空いてるので、配線などを通すための穴を開けることもなく、配線も使わないときは箱の中にしまえるので非常に便利ですよ。それと500円ボックスの底板がペコペコしてたので、板でも入れようかなーって考えてたのですが、おーっと来たーっと降ってきたわけです。アクリル板入れて上も照らしちゃおうよってことで、ホームセンターでアクリル板を切ってもらい、ボックスの底板の縁を残してアクリル板を落とし込みました。考えてたものよりだいぶいいものができました。バーのカウンターみたいな感じですね。昔から好きなんですよ、照明が。いやー、ほんと中二病なんで困っちゃいますね。ラジコンとかドローンとかセグウェイとか、そういうのもすぐ欲しくなっちゃうんですよ。
今考えてるのが電動スケボーの装置をばらして電動キャリー、電動台車、そんなものを DIY できたらとか面白そうですよね。キャンプセットの次のキャリーにもなるチェアなんかも多機能な使い方できるようなものを DIY するのが好きなので、いろいろこれがこうなるっていうものをこれからも作っていきたいと思います。それで今回の材料なんですが、ダイソーさんの500円ボックス2個とスノコが5個、それと電球が2000円で、電気をつけるスイッチ付きのコード付きソケットが700円ぐらいかな。で、アクリル板も1000円ぐらい。あとはなんだ、塗料とキャスターもダイソーさんで買ったので、総額5500円ぐらいかかってるので、100均 DIY とは言えない値段になっちゃいましたが、かなり納得のものができたと思います。今度100均 DIY するときは、安くて機能性があるものを考えて作りますね。キャンプセットが終わってないのですが、間でまたいろいろ入れていくと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あと今回はスピーカーになる電球でしたが、電球に Bluetooth 機能がついていて、スマホで朝になったらアラームとともに電気がついたりとか、そんなのもあったので、それをつけてもいいかもですね。今回使ったスピーカーになる電球は USB の差し込み口がついていて、録音した音楽などをリモコンで再生することもできるみたいですよ。電球の方は Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますね。それでは今回間で挟みました、ダイソー商品 DIY で作るスピーカー機能内蔵照明付きスッキリ配線サイドテーブルワゴン、名前が長い、いかがでしたか？これめっちゃいいですよ。ぜひ試してくださいね。次回こそはキャンプセットシリーズ、キャリーにもなるチェア DIY、 よろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではまた次回。